クイズ研修のニザです。どうも、ハルスメンテハラオです。ジェガです。クイズ王に勝ちたいと思っております。マジっすか？わかる。じゃあ、わかる。じゃあ、グーじゃんけん、ファイブ。はい、こっち。しょ。はい、こっち。おー、クイズ王。クイズ王。クイズ王 the champions, my friend。いや、確かに。マイフレンドなんでね。そう、間違いない。そういう意味では、まあまあ別にいいんですけど、もう、ちなみに、ふくらくんって、なんなん？この間パズル王になったけどな。うん、おぉリアルパズル王になっちゃった。レンガさん何の王なの？俺多分ほんまに無冠の帝王なの。俺多分無冠の帝王。反対オープン。いや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 。じゃあクイズ王、パズル王、反対実践最年長を何もない。何もないわけですよ、私には。っていうことなんで、クイズ王に勝てるクイズはい、我々がクイズ王に勝てるクイズといえばどういうことか分かりますかね、皆さん。バイオハザード4。そうです。あ、やってる。いや、そういうことです。あ、そういうこと。つまり俺らしか分からないクイズを出すしかないんです。おお一問でも答えられたら即負けっていう。なるほど。ゲームをやりたいと。答えられたら即終了。はい、目標はですね、はい、100問連続、ラリーを続けられたら、おー、クモ僕らの勝ちです。逆に1回でも、そっちが先に正解する、もしくは俺たちが答えられなかったら、なるほどなるほど、その時点でこの企画を終了とします。はいはい。というわけでやっていきましょう。メイキングバルバルオールズピー様。はいはい、ということでじゃあいきます。はい、お願いします。ウィンドサーフィンという競技において、はい、風上方向に理論上何度まで登れる？30度。あぶねえ。あぶねえ。マジで怖え。やめやめやめ。油断した。22.5。いやいやいや。45度。ああ。俺ワンチャン当たるかもしれんと思ってな。すごいわ、ほんまに。ほんまにでも意外とちゃんと答えられるっていう。いやでも、花尾さんの早押し努力でまず負けてたから。いや、そうなんよね。俺が多分な、弱いとこそこない。はい、次の問題です。はい。我々が大学に入学した2012年度の阪大総長の名前。鷲田清和。はい。平野俊夫。せーの。あぶねえ。鷲田清和1個前なんよ。1個前。じゃあいきますね。我々、花尾伝官が所属していた大阪大学の入学式の場所はどこでしょう？あの、ボディメーカー殺しやん。大阪城ホール。正解だ。これはマジで、結構個人的、友人エピソードみたいな感じですね。はい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 。これは全然俺しか分からんはずやな。はい、というわけで、いきます。はい。2012年度の阪大入試において、伝官が英語のテストである失態をしました。どんな失態でしょう？あ、漏らした。違います。はい、この問題簡単やったなぁと判断に言った。正解。これで、あの、その時に聞いていた判断という友達からこいつ死ねやと思われていたらしいです。だからその時にこれを聞いてた人が同期で入ってた。そうそうそう、そういうエピソードでございます。ちなみにトイレまで俺は。これじゃあ行ってちょっとマジで。はい、行きましょう行きましょう。はい、行きましょう。でんがん、ほんまちょっと頼む。かましてくれ。いや、頼まれます。行きますよ。こう。はい。ジェネレーションシステム。正解。このくだりやらんかった、どっかで。あの日の苦しみさん。ほ、ジェネレーションシステム。まだ続き読むの、その信頼感で。いや、てか今のマジで危なかった、ほんまに。いいチェンジアップだった。チェンジアップ。ありがとうございます。もう次の問題これです。問題、花尾が大学1年生の時に買った AKB の写真集は、大島優子のやつ。どうしようかな。とりあえず、とりあえず。AKB の写真集。金魚鉢。あっ、なんで知ってんの？そういうことかな。なんで知ってんのっていうか。それぐらいは。なんで？ストーカー。いきますね。花尾が大学1年生の時に買ったAKB の写真集は誰の写真集でしょう？
松井玲奈。いやでも、いや見てないから普通に知ってる AKB の写真集を1個で言っただけですって。マジで。いや今のやばい、お前今のやばいな。いけるぜこれ。はい、いきますよ。はい、いきます。花尾が大学1年生の時に付き合っていた元カノの人の名前は何？あ、おせんかった、おせんかった、おせんかった。じゃあ、ひとみ。お前、押せよ。レイ。まあ、当たらない。動画でやってますけどね。まだ。正解。うわあ。うわあ、よかった。なんでお前そんな遅いんかった。え、なんで。これ、ゲームだった。でも、多分、柴田ゲームかな、多分。おい、まだ。誕生日プレゼントぐらい買ってくれよ。どうも。元彼でした。聞いたことあったな。いや普通に有名というか全然知ってると思った。ちくしょう、言われたら、言われたらそうだった。いやそう、言われたらでしかないな。でもさあ来ましたね、この問題を出す時が。花尾さん頑張って。マジ？いきますよ。はい、はい、花尾出身高校は？はい、全然高校。ここで終わる。まあこれさ、普通のクイズ王だったら止められてないけど、俺たち普通に詳しいですから。確かに。確かに。身内ですね。はい、身内だから。確かに身内でしたね。はい、一応ちょっと続けてみますか。ちょっと花尾さん出し続けるみたいなやります。あ、じゃあやります。それがいいんじゃない。花尾さんも負けたけど、花尾さんも負けたけど、じゃあいきますよ。はいはい。まあホエーのメンバーに関する問題です。最近スンがハマっている曲は何？あ、はい、白日。おお、終わりました。でもさ、まだ出てないんじゃない？世に、まだ世に出てない情報じゃない？てか、まあ、スーはその流れでしょ。レモン好きだったし、今ハマるなら白日じゃ、プリテンダーじゃない。いやー、ハマってない。スンが考えてることなんか分かりますか？そうでしたか。あの、クイズノック系の問題を出して、レンガさん答える。あー、答えなさいっていう。じゃあ、いきますよ。はい。ちょっとむずいかもしれません。はい。え、押していいんですよね。あ、もうぜひ。マジで押すぞ。夏の合宿企画でやった赤本選手権で、最後の問題は、名古屋大学、正解。素晴らしい。いや、これちょっと正直分かったのかと。俺すげえ大学だと思ってた。すごい、俺知らなかった。おー、すげえ。これは嬉しい。いや、これすごい。これは嬉しい。ちなみに、あん時に最後に弾いた人は誰でしょう？いや、山本くん。正解。山本くん、あれだけやってできなかったのは確かにっていう。うん、はい、覚えてますよ、あの機会。あー、すごい。じゃあ、レンガーさん、やったやった。